ポール・ミルザップはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。ルイジアナ州、モンロー出身。ポジションはパワーフォワード。大学はルイジアナ工科大学でプレー。1年目となる2003から04シーズンから15.6得点12.5リバウンドのダブルダブルのアベレージを残し、ウェスタンアスレチックカンファレンスの新人王に選ばれた。 翌04から05シーズンには20.4得点12.6リバウンド、最後のシーズンとなった05から06シーズンには19.6得点13.3リバウンドと3年連続でダブルダブルのアベレージを残し、ブロックショットやスティールでも高い数字を残した。また在学中の3年間、NCWA 一部リーグのリバウンド王に君臨した。ユタジャズ2006年の NBA ドラフトで、 ユタジャズから2巡目の全体47位指名を受けて NBA 入りを果たす。ルーキーイヤーとなった06から07シーズンはドラフト会指名者ながら期待以上の働きを見せ、大黒柱のカルロス・ブーザーが怪我で1ヶ月欠場した際にはその穴を見事に埋めるなど、ジャズの4年ぶりプレイオフ進出の影の立役者となり、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。 2008から09シーズンには再び、ブーザーが長期欠場したが、ブーザーの故障はすなわちミルサップの後期であり、ミルサップは、ブーザー不在の間に20試合連続で、ダブルダブルを記録するなどの大活躍を見せ、多くの故障者に悩まされた、このシーズンのジャズを支えた。オフに制限付け FA となったミルサップは、ポートランドトレイルブレイザーズから4年3600万ドルの、 高額オファーを受けたが、チームオプションを持つジャズがこれにマッチし、ミルサップを引き止めた。ジャズにとっては、決して安くない額だったが、それでも契約に踏み切ったことはミルサップへの期待の高さが伺える。アトランタホークス2013年7月10日、アトランタホークスに移籍。2014年の NBA オールスターゲームに出場。2015年のオールスターゲームにも出場した。 デンバーナゲッツ2017年7月13日、デンバーナゲッツと3年9000万ドルの契約を結んだ。2018年3月30日に行われたオクラホマシティサンダー戦で36を記録。試合はオーバータイムの末にナゲッツが126から125で勝利した。身長203センチメートルと PEF としては小柄ながらパワーと俊敏さ。 そして長い手で、リバウンドとブロック、スティールで力を発揮する。また、横幅のある体格を武器にポストプレイや、ピックロールで得点を量産する。かつてのエース、カルロス・ブーザーが故障するたびに見事にその穴を埋める、働きを見せたため、フルスジャズファンのお気に入り選手となった。兄のジョンもプロバスケットボール選手で、現在はベネズエラでプレーしており、弟のエリアは、 自身の古巣であるユタジャズに所属したこともある。ありがとうございます。